522便の飛行地図、ヘリオス航空522便墜落事故は2005年8月14日にギリシャで発生した航空事故である。キプロスの新興格安航空会社のヘリオス航空522便の乗客と乗員合わせて121名が全員死亡したギリシャ航空史上最悪の事故であった。予圧システムの異常による酸素欠乏で操縦士が 意識不明となり、機体はオートパイロットで飛び続けた後、燃料切れでグランマティコ村近くの山間部に墜落した。ギリシャ政府の高官は、事故の翌日に事故機があと5分飛行して、アテネの市街地上空に到達したならば、市街地への墜落を避けるために戦闘機に撃墜させるつもりであったと発言した。 機長は繁忙期のための契約パイロットだが、1990年まで35年間、インターフルークに勤務し、16,900飛行時間を持つベテランだった。ボーイング737から800の予圧設定パネル。右下のノブが予圧システムの設定スイッチで、この写真では自動に設定されている。当日の早朝、機体がロンドンから到着した後に、 前の乗務員は凍ったドアシールと右後部サービスドアから来る異音を報告しドアの全面検査を要求した。これを受けて地上整備員はドアの検査に加えて予圧漏れ検査を行った。この検査の際に地上整備員はエンジンを停止させた状態で検査を実行するため予圧システムを手動に設定したが完了時に自動に戻さなかった。 522便の乗組員には、1、飛行前の手順実行中、2、発進後チェック中、3、離陸後チェック中と、油圧システムの状態に気づくチャンスが3回あったものの、すべてのチェックにおいて気づくことなく見逃してしまった。こうして522便は、油圧システムが手動に設定されたまま離陸した。離陸時、機体後部に位置する圧力調整弁は開いたままになっていた。 このため機体の上昇につれ、客室内の気圧は徐々に低下した。12,040フィートの高度を通過した時に、機内高度警告音が鳴り、乗組員に上昇を停止するように促した。しかしその警告音は離陸設定警告と全く同じ音であったため、彼らは誤作動によるものと思い込んでいた。次の数分間に、コックピットのオーバーヘッドパネルに、 いくつかの警告灯が点灯した。冷却警告灯が点灯し、冷却ファンを通る空気の流れが少なくなったこと、およびマスター警告灯が点灯した。機体が高度約1万8000フィートに達した時に、客室内の気圧低下に伴い自動的に酸素マスクが落下し、酸素ランプが点灯した。機長はヘリオス航空に連絡し、離陸設定の警告灯がついている。 冷却系は正常で予備系は切っていると報告した。さらに機長は、地上整備員に冷却換気ファンのランプは消えていたと繰り返し告げた。この整備員は、予圧漏れ検査を実施した本人で、機長に対して予圧システムが自動モードか確認できるか、と尋ねたが、すでに酸素欠乏症に陥っていたのか、機長は、この質問を無視して、機器冷却系回路のブレーカーはどこだ と尋ね返した。これが事故期からの最後の更新となった。522便は約3万4000フィートに達し、フロリダ340で水平になるまで上昇を続けた。ニコシア a t c は9時30分から9時40分の間、何度も航空機へのコンタクトを試みたが、成功しなかった。同期は9時37分、アテネ a t c と連絡が取れないまま、 キプロス飛行情報地域からアテネ FIR へと移った10時12分から10時50分の間、管制官は19回にわたって呼びかけを行ったが、すべて無反応に終わった。10時40分に航空機は、アテネ空港のホールディングパターンに入り、以降70分間、オートパイロットの管理下でホールディングパターンのままだった。10時53分にエリアコントロールセンターが、 緊急事態を発令し、ギリシャ空軍第111戦闘機体の F-16 戦闘機2機がネアンスキャルス空軍基地からスクランブルをかけて522便に向かった。11時23分に522便に接近した戦闘機体は副操縦士が操縦席で動かずに倒れ、機長席が空いていたことを報告した。客室には酸素マスクが降りており、 マスクを装着した乗客も座席で動かずにいた。11時49分、男性客室乗務員が機内の酸素供給装置を使用して意識を保ったままコクピットにたどり着き、機長席に座った。男性客室乗務員は、会16に対し非常に短い時間でお振ったものの、彼がコクピットに入った直後に左のエンジンが燃料の消耗により停止したことで機体は ホールディングパターンを離れて降下し始めた。左エンジン停止から10分後に右エンジンも燃料切れによって機能を失った。12時4分に522便はアテネから4 0キロメートルに位置するグランマティコ村付近の山間に墜落し、乗員乗客121名全員が死亡した。事故後の捜索活動で118人の遺体が回収された。 乗客の目的地はアテネまでが67人、残りはプラハへ向かう途中だった。乗客リストには大人93人の他に子供22人が含まれていた。尾翼部分の残骸フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーは分析のためにパリに送られた。CVR の録音を聞いた同僚により飛行機を救おうとして操縦席に入った人物が 男性客室乗務員であったことが確認された。彼はメーデーと5回呼んだが、無線の周波数はアテネではなく、ラルナカに合わせられていたため、アテネ ATC には届かなかった。墜落現場で発見された遺体の多くは、男女の見分けもつかないほどに焼け焦げていた。解剖の結果、衝突時には全員が生存していたことが判明した。客室内への酸素供給は、 化学式酸素発生器により、酸素マスクを通じて12分間行われる。これは通常であれば、健常人であれば問題なく、呼吸可能な高度である1万フィートへの緊急降下には十分な供給可能時間である。しかしパイロットたちが、すでに意識を喪失していたため降下は行われず、やがて酸素がつき、客室にいた乗員乗客も意識を失った。 ボーイング737には、有事に際して乗務員たちが行動するために、座席数よりも多い酸素マスクが備え付けられていた。酸素マスクが降りていながら降下が行われないことで、異常を察知した男性客室乗務員は、これを利用して酸素を補給しながら、コックピットへ向かった。彼には、キプロス共和国で、ダイバーや特殊部隊員を務めた経験があり、 鍛えられた体力と対応力が彼の行動を支えたことが推察された。しかし操縦室扉の暗コ行動を知らされていなかったため解除に手間取り、操縦室に入った時には酸素が底をついてしまった。男性客室乗務員はパイロット志望で英国の事業用操縦士資格を持っていたが、ボーイング737操縦のための技能は不足していた。 また酸素欠乏症による思考力、判断力の著しい低下により、メーデーの発信と、回 -16 のパイロットに合図を送ることが、精一杯だった。機体は、オートパイロットにより旋回を続けた後山中に、墜落し、過労うて市街地への墜落は回避された。ギリシャの航空事故調査及び、航空安全委員会は、事故の原因は、以下の問題の連鎖によると結論付けた。 オリンピアには、墜落事故の予兆というべき事態が起こっていた。2004年12月16日、ワルシャワからのフライトの途中に、機内圧力が急速に減少したため、急降下していたのである。この時、客室乗務員は、後部サービスドアからの衝撃音があり、ドアのシールに、手の大きさの穴があると報告していた。キプロスの航空事故。 事件調査委員会はこのインシデントの原因を特定できなかったものの、1、圧力調整弁の解放を引き起こす、電気的故障、2、または後部サービスドアの不注意による解放という2つの可能性を挙げている。乗客からはエアコンの不具合について苦情が出ており、事故前の1 0週間の間に、オリンピアの環境制御システムは7回の修理ないし、点検を受けていた。 また、墜落事故の犠牲となった、副操縦士の母親は、息子が航空機が寒くなるとヘリオスに繰り返し、訴えていたと主張している。ヘリオス航空は2005年8月29日、所有する機体の安全性が確認されたと発表した。その後、ヘリオスエアウェイズから、アルファージェットに社名を変更して、運用を続けた。しかし、 キプロスの当局が同社の航空機を拘束し、約1年後に同社の銀行口座を凍結した。ヘリオス航空は2006年10月31日に業務を停止すると発表した。2011年3月にアメリカ合衆国の連邦航空局はエワースナスダークティブスを発表した。 アメリカ合衆国で登録するマイナス100からマイナス500モデルまでの全てのボーイング737型航空機に2014年3月14日を期限として2つの追加コックピット警告灯を取り付けることを義務付けた。これらは離陸構成、または予圧システムに問題があることを示すものだった。予圧制御板、予圧制御機とともに客室予圧調整系統を構成する装置である。 エンジンにより加圧された空気は圧力調整弁から排出されるが、その回路を調整することで機内の気圧は保たれている。客室予圧調整系統酸素欠乏症に陥ると意識を失っていなくとも本人が自覚しないままに判断力が鈍ることが知られている。キプロス共和国はイギリス連邦加盟国であるため、キプロス出身者は イギリス人と同じ条件でライセンスを取得できる。ab－ 七百三十七プロダクションリストデータ planespoters t。PL N P S. net。二千十八年六月一日閲覧 ab。フライトアテンダント。トライドツーセーブ・シプリット・プレーン・アビエーション・プロス。二千十九年一月二十一日閲覧。ツートライングツーセーブジェット id、D。 ニュース242009年1月7日閲覧。アイスブファイナルレポート、セクション 3.23P159。P アイスブファイナルレポート、セクション 1.162P66AB。アイスブファイナルレポート、セクション 2.24P121。アイスブファイナルレポート、セクション 2.24P122。 アイスブファイナルレポートセクション 1.1P5 ハット ABCD Air アアクシデントインベス n v e s t i g ン t i o n Aviation s ボードエアクラフトアクシデントレポートヘリオスエアウェイズフライトハシー522アットグロマーティコ http://www.aaiasb.gr.airaciden, t i n vest, i, g, a, t, i, o, n, a, n, d a, v, i, a, t, i, o, n, s, a, f, e, t, y, b, o, a, r, d.2018 年9月閲覧。ISB2006P4 アイス b ファイナルレポートセクション1.1 ページーズ56ヘリオスクラッシュバックグラウンドインフォメーションファマグスタガゼット http ファマグスタガゼット .com ヘリオスクラッシュバックグラウンドインフォメーション p 237から69 htm 2012年7月22日閲覧クラッシュインクワイアリーフォーカススオンオキシジュナンマスクユーズザニューヨークタイムズファットアイスブファイナルレポート セクション二点二七 p 1 2 7 h a t アイスブファイナルレポートセクション一点一 p 七 h a t アイスブファイナルレポートセクション一点一 p 五 h a t アイスブファイナルレポートセクション一点一 p 六アイスブファイナルレポートセクション1 1一一コックピットボイスレコーダー p 十九アイスブファイナルレポートセクション一点一一二フライトデータレコーダー p 四十アイスブファイナルレポートセクション二点二七ディセント p 百二十七ハットアイスブファイナルレポートセクション一点一三一メディカルインフォメーション p 五十七アイスブファイナルレポートセクション一点一三一メディカルインフォメーション p 五十七ハットアイスブファイナルレポートセクション一点六三点五二点二パッセンジャーポータブルオキシジェン p 三十二 a b ゴーストプレーン、メイデーハット、アイスブファイナルレポート、セクション百五十九アイスブファイナルレポート、セクション一点一八一点 1, 1. 1 p 百二アイスブファイナルレポート、セクション一点一八一点二 p 百三ヘリオス七百三十七クラッシュと、ウィズノーフュエルスチューデントパイロットアットザ、コントロールズレーダーベクター、二十一オーガスト二千五ニュースイン。 グレーン、イプシロン、ベータ、アルファ、ロイ、タ、ミュー、ニュー、タウ、パイ、アルファ、ロイ、プシロン、ラムダ、シータ、ニュー、タウ、ウプシロン、アルファ、イプシロン、ロウ、シグマ、カッパ、ファイ、ウプシロン、パイ、ウプシロン、シグマ、ウプシロン、ニュー、イプシロン、タウ、ローシグマ、ミュー、ファイ、オメガ、ニュー、アルファ、ミュー、イプシロン、ミュー、ロウ、タウ、ウプシロン、ロウプシロンシグマウプシロンニュイプシロンタウロウベータイータシグマミューファイオメガニューアルファミューイプシロンミューロータウウプシロンロイプシロンイン、グレーン、二千十四年三月十三日、閲覧。ハーディッキ、サイモン。 FAA リクワ u i r e セパレートコンフィグレーションキャビンアルティテュードウォーニング、ライツオンボーイング 737S。アビエーションヘラルド、2011年2月8日閲覧。上空1万メートル史上最大の航空ミステリー奇跡体験。アンビリバボー2012年9月6日世界、衝撃映像100連発命がけの映像 SP。 TBS テレビ世界衝撃映像100連発。何度見てもすごい。SPTBS テレビ。ありがとうございます。